岡山がもっと住みよい街になるために NPO やボランティア、企業、大学などいろんな人たちが力を合わせています。つながる共同広場、ノップ、スキップ、ジャンプ。岡山市北区竹部地域の8社の神輿が集まる竹部祭り。中世鎌倉時代から続く伝統芸能で、県の重要無形民俗文化財に指定されています。樫の木の棒を持った鬼が攻防を繰り返し悪霊を追い払う棒使いと呼ばれる神事は、竹部地域と一部の地域でしか受け継がれていません。旭川の中流域に位置する自然豊かな竹部地域、高齢化率は4割を超え、過疎化が進んています。棒使いが受け継がれている田地湖地区は5割近くが高齢者で、その多くが一人暮らし。祭りの担い手不足が課題となっています。地区の子どもたちが田地湖鴨神社の境内に集まってきました。毎年10月に開かれる竹部祭りのおよそ1ヶ月前から連日稽古を続けています。指導するのは豪社田地湖鴨神社棒使い保存会のメンバーです。10以上ある型を何度も練習します。保存会は伝統芸能田地湖の棒使いを後世につなげようと、昭和50年に地域住民が立ち上げました。保存会の会長本田義明さんは地域の課題をこう話します。なかなか人が増えなくて、逆に年々減ると、高齢化も年々進んで非常に厳しい状況になってます。古くからその神社とそれを守る棒使いが、ずっとこれまで守って今日があるというふうな由緒あるところになってます。かけがえのない伝統をですね、守っていきたい。親から子へ、子から孫へと伝えられています。練習はどうですか？楽しいです。友達と一緒にやれる、楽しい。最年少は小学2年生、今年初めての参加です。去年頃練習とかで見ました。楽しくやりたいです。お父さんの後を継ごうと思ってやりました。かっこいい、頑張っているところがすごかった。うちのお父さんです。前見たことがあってかっこよかったです。棒使いの新しい担い手も生まれています。子供を少ない中でこう僕たちが祭りを支えて地元は元気ですっていうことを伝えたいです。指導するのは20年以上演者として参加した男性です。先人がやってきたことを一生懸命やってくれる、仕事、学業、いろいろありますけど、でもこうやってやってきてくれる、で練習してくれる、これつないでいってくれたら一番ありがたいですね。これがあるから1年が回るっていうか終わるっていうか、農繁期が済んでお祭りが来て、いやーもう済んだから暮れですねみたいな感じ。僕らがちっちゃい時から伝統芸能を受け継いできとるから、娘にもやる以上はやってほしい、やりきってほしい。お祭りというのを中心にしてですね、この小さな村をですね守っていこうと思ってると思う。力を合わせてやることによって絆を強め、そしてまた次の活力に結びつける。やっぱり我々のふるさとの一番中心になる原点はですね、やっぱりこれを失うともう地域はなくなると、これが竹部町としてのですね、町づくりといいますか、村おこしになれば。地域の伝統文化はコミュニティの要なんだね。文化をみんなで守り受け継いでいきたいね。